そう、佐藤愛理ちゃんに会ったんですよ。ちょうどねお互いが会えることになって、で会ってきました。やっとね会えましたね。ずっと会いたいって言ってたんですけど、なかなか機会がなくて。そうなんでね、遊びに行きました。案内してもらいました。めっちゃ愛理ちゃんは5月に加入したらしくて、私の4ヶ月後ぐらいですね。なのでもう実質同期みたいな感じなんで1個上なんですよ、でも年齢的にはね。で遊びに行って一緒にフレンチトースト食べて、であの洋服、お洋服をねプレゼントしました。今日着てくれてたみたいで写真が送られてきたんですけど、お揃いのね服をね買ってプレゼントしました。可愛いね、めっちゃ華奢で透明感溢れてました。可愛かった、楽しかったですよ。本当に初対面とは思えないぐらい喋って、いろいろ歩いて表参道とこに行って、そうフレンチトースト食べて、なんかいろいろヒルズとか行って、原宿行って、原宿やったっけあそこ、原宿か行ってプリ取ってみたいなしておデートしてきました可愛いね、ラブラブしてんな。満喫しましたね。人見知りだよ人見知りなんだよ実はね。次は大阪に招待、そうなんですよ、大阪来てねって言いました。一緒にねプリで A っていうポーズ作ったんですよ、 AKB の A。 だから次今度は大阪に来て N 作ろうって言って、言ってます